貢ぎたい欲があったんで、周りの芸人にタバコをおごったりとかちっちゃい、ちっちゃいおごりとかで発散してたんですけど、おごることでね、で最近ちょっとお金がもらえるようになったんで、なんかマミーの酒井くんにマミーよタバコ12個とか一気に買ってあげたり、あんなやつに貢ぐな何の意味もない、調子に乗るぞ、なんぼでも来よるぞ男に貢いでる時が一番充実感を得られるの。そうですね、はい、男というか、まあ、人に 何かをっていう、自分に使うっていうのがあんまりなくて、人に使ってる時が一番あーってなって。そんな岩倉ですが、貢ぎ癖よりももっと悩んでることがあると、はい、本当に今の一番の悩みなんですけれども、はあはあ、ちょっとそれ教えてください。あの、恥ずかしながら私ド M でございまして、いやいやいいじゃん、可愛らしいじゃん、ド M でございまして、